それを知ることができるようにあなたの愛に対して確信をもっと与えてくださいと主に求めて、しばらくの間一緒に祈っていきましょう。イエス様、あなたの無条件の愛が私たちのうちに注がれ、神様、あなたがその向きを持って私たちを導き、私たちを養い、神様、あなたの道を備えてくださっていることをありがとうございます。主よ、あなたから注がれているその愛、主よ、私たちがその高さ、深さ、広さ、長さをもっと味わい、イエス様、主はあなたが私たちを身腕に抱き、私たちの手を取り導いておられること、その頃でも大してますます確信を持てるように主を強めてください。本当に私たちがこの地上において神の子供として、あなたの光を放ち、あなたの心を表していけるように主を力を与えてください。助けを与えてください。心を照らす。
ください。主よ。
従っていくためには本当に自分を捨てることが必要です。私たちの思いや私たちの願いや私たちの計画に死んでいくことが本当に必要です。主が語ってくださる御心、また計画、それに従っていくことは本当に私たちにとって必要です。今日本当に私たちに必要なことが語られようとしています。私たちがただこうやって集まって盛り上がって賛美して終わりではなく、本当に私たちの生き方がこれをきっかけに変えられていく、そのような時間が主によって用意されていることを皆さん期待してますか？私たちが本当にそれに応答していくためには、自分を捨てて十字架を背負ってイエス様に従っていくことが必要です。本当に今私たちが持っている考え方、思い、一切を主の御前に明け渡していきましょう。ただこの場所で語られる言葉を私たちの思いとして、これから使わせる先々で歩んでいくことができるように、今私たちの心を整えてくださいと、しばらくの間一緒に祈っていきたいと思います。お祈りしていきましょう。主はあなたが私たちを導いてくださっていることを感謝します。イエス様、どうぞ私たちの肉の思いをあなたが取り去ってください。私たちに御霊の思いを与え、主をあなたに従っていくために、あなたについていくために、あなたの御心をあらゆる場所で成していくために、イエス様の弟子として私たちが歩んでいくために、この時間を用いてくださるように、主をお語りください。主が聞きます。目を開き、耳を開き、心を開いてください。神様、私たちをこのようにしてあなたがこの場所へと集めてくださいました。ありがとうございます。そしてあなたに賛美を捧げすることができること、あなたとの親しい交わりが、神様、あなたを愛し、あなたに私たちが祈り、また求める、期待する、そういう神様、時が私たちのために準備されていることを心から感謝します。神様、これからの時もあなたが導いてください。どうぞあなたご自身が豊かにこの場所にいて語ってくださいますように、私たちに語ってください、一人一人に語ってください。神様、私たちはあなたの
その御声を御言葉を必要としています。道を示してください。励ましを必要としています。神様、あなたからの慰めを必要としています。神様、あなたからの助けを必要としています。御言葉を通して神様、あなたご自身が働いてくださいますように期待します。信じて主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。ヨハネの福音書の6章に5000人の給食と呼ばれる聖書の箇所、皆さんもよくご存知だと思います。イエス様が5000人の人たち、男だけで数えて5000人の人たちを給食、つまりそこにあったわずかなもので養われました。6章さらに読み続けていくと、イエス様はそのようにして素晴らしい奇跡、人々が養われるというそういう奇跡を体験したので、群衆はイエス様をすごい、イエス様すごいって言ったんですね。そしたらイエス様はどうなさったかというと、退かれたって書かれています。つまりイエス様は一人で山の方、山に退かれた。どこにいるのかイエス様、人々には分からなくなってしまったという具合に聖書は書いています。でも人々は、群衆って書いてありますが、群衆はイエス様を探すんですね。皆さんいかがですか。先ほども献身のところで私お話をさせていただきましたけれども、イエス様のファンって結構たくさんいます。イエス様好きっていう人たち、皆さんは何かのファンですか。私はもちろん楽天イーグルスのファンです。ベガルタ仙台のファンです。ベガルタ仙台あんまり反応なかったですね。ちょっと敵陣に乗り込んだような気持ちですよ、ね。まあ、私たち好きなものっていうか、気になるものとか興味のあるものっていうのはあると思う。イエス様は5000人の給食、そういう奇跡をなさった時に、群衆、人々の興味のレベルがぐわーっと上がりました。この人だって思った人もいるし、一生懸命イエス様を追いかけようって、イエス様を好きになった人たち、イエス様すごいって、イエス様のために何かしたいって、そういう具合に思ったいろんな反応をした人がいるんではないかなと思います。今のこの世界にもイエス様のファンはたくさんいます。皆さんはイエス様のファンですか。あのですね、説教というのを皆さんに教えてあげます今日ね。いいですか。説教というのは、あ、これ動く。説教というのは皆さん覚えておいてくださいよ。説教者がするのが説教ではないんです。説教者と一緒に皆さんが作るのが説教です。ここではアーメンって言うんです。いいですか。練習しますよ。いいですか。説教は皆さんが説教者と一緒に作るものが説教です。素晴らしい、はい。それから説教者が時々面白いこと言うでしょ。そうするとどうですか。笑うんです。皆さん笑うんです。あの、私は中村先生よりも心の細い細かい、もうピキッて切りそうなですね、折れそうな、そういう人間ですから、皆さんが笑わないとこのあと3週間引きずります。私は明日の礼拝で私の教会員の人たちがみんな被害を受けます。皆さん笑わなかったら。わかります。大変ですよ。皆さんのせいですよ。ありがとうございます。笑っていただいて、はいはい。で、まあ普通他の、例えばね、コメディアンとか、そのいわゆるピン芸人の人とか、またあの漫才とか、そんなんだったら拍手も入ります。だけど説教は入りません。説教はその人に拍手するのはね、良くないからです。私は拍手を受けるにふさわしい人間ではありません。だけど時々もしかするとすごい私が信仰の発言をするかもしれない。その時にいいですか。その時にですよ、皆さん、いいですか。もし神様に拍手っていう気持ちが起きた時、拍手してくださって構いません。これは練習しませんので。でもここ本当不安定だから、こっちに来よう。ああ怖かった。ということで話戻します。いいですか。大丈夫ですか。皆さんで作り上げるということ。さあ、
イエス様はどうなさったかというと、弟子たちと一緒に、まあ、静かなところに行かれました、まあ、弟子たちを先に行かせて、まあ、そういうことでちょっといろいろあるわけですけども、6章の22節から27節読むとこういうことが書かれています。群衆が探しに行くんですけども、なかなか見つからない。でもようやく探すんです。そして群衆はイエス様にこのように言います。先生、いつここにおいでになったんですかって。その場所はカペナウムという場所なんですけども、そこでようやく見つけましたって。そうやってたくさんの人がイエス様を追いかけてきたんです。皆さんの人々が追いかけてきたらどうですか。わあ、中山裕太先生って追いかけてきたらどうなります。まあ、彼も人間ですからね。最近は永井伸義よりも有名になったぞとかね、どうかやそろそろ俺が主任牧師になろうかとか、まあそんなこと。まあ彼のために言っときますが、本当に彼謙遜なんです。素晴らしいワーシップリーダーです。本当に私たち本当に神様に感謝したいと思います。素晴らしいワーシップリーダーをね、この日本に与えてくださった。まあその横に座っている阿見隆弘先生、うちの教会ね、ブランチの先生ですけどね、まあ先生がね、すごくもちろん阿見先生もう仙台中の若者が高さんとかって呼ばれる。もう先生が行くところ、もうたくさんの人が集まる。皆さんだったらどうしますか。そういう人たちを皆さんできるだけあんまりこう散らさないようにするでしょ。だから大体人間的な考え、この世の中の考えで言うなら、たくさんの人が集まっているときにあんまり厳しいことは言いません。だけどイエス様何とおっしゃったか、すごいことをおっしゃいました。誠に誠にあなた方に告げます。大体この出だしから良くないですよね。こんな急にあなたを探しに来て、いつからおられるんですか、こっちにここに来られたんですかっていう質問に対してよ、誠に誠にあなたに告げますって、おかしいですよね、大体。いや昨日からとか言えばいいのにね。その後に言えばいいのに、誠に誠にあなたに告げます。そして何とおっしゃったか、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからですっておっしゃったんですよ。ひどいと思いません？つまり神様がイエス・キリストを通してすごい奇跡を成してくださった、それに対してさらに期待して神様がどんなことを成してくださるのかって見に来たんじゃなくて、お腹いっぱいになったから来たって言ったんですよ。つまり自分の必要が満たされたからあなた方たちは来たんですよねって言われたんですよ。さあ皆さんはどうですか。今日は何の必要を求めてこられました。自分の必要を満たされるために来られました。今日プレイステーションが来るから、わー賛美歌えるってね。でも今までの歌でまだ出てきてない私の好きな賛美とかで、そういうような感じですか。皆さんどうです。自分の好きなタイプのそういう集会だから私来ましたって、私の必要が満たされるため、まあそういう方もいてもおかしくないですよ。残念ながら私もそういう気持ちでいろんなところに出かけていくときあります。自分の必要を満たすためです。自分が癒されたいため、イエス様を追いかけるのも自分が、まあちょっと言ってみるならば成長するためだったりとか、そういうことのために私たちはイエス様を追いかけてしまう。イエス様はさらにこのようにおっしゃいました。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものですとおっしゃった。まあほとんどわけのわからないですよね、皆さんね。ほとんど群衆に話されたって、何言ってんのって。さらにイエス様おっしゃいます。私は命のパンです、私は天から下ってきたパンですとかって、もっともっとわけのわからないことをイエス様おっしゃるんですよ。だからどうなったかというと、このあと人々はどんどんイエス様から離れていきます。イエス様は全くもって群衆を集めることには興味を持っておられませんでした。イエス様が興味を持っておられたのは、イエス様に従う人を招くことに興味を持っておられた。今日皆さんここに来られているのは、神様は皆さんにイエス様についていく人になってほしいって願っておられる。私はそのように確信しています。イエス様の弟子になってほしい。
イエス様に信頼する人になってほしい。イエス・キリストというお方と共に生きるんだって、そういう固い決心を持って毎日の生活を、いろんなことがあるけれどもイエス様を選んでいく、イエス様を選ぶことを決断していく、そういう毎日を送ってほしいって。自分の必要が満たされなくても、まあ、本当は神様って私の必要を満たしてくださるんだけど、それに気づかないことも私たちあるかもしれない。また私たちが期待しているようなタイミングでないかもしれない。でも私たちは、私たちが経験することがどうであろうとも、私たちが感じることがどうであろうとも、イエス様についていく人をイエス様は求めておられる。皆さんと一緒に開きたいのはルカの福音書の9章の23節の言葉です。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。アーメン。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。今日いくつかのポイントで皆さんにイエス様が何を私たちに願っておられるのか、どういう招きを私たちにしてくださっているのかということを分かち合っていきたいと思います。一つ目、イエス様は何とおっしゃったか。皆の者におっしゃった。そしてその次に何とおっしゃったか。誰でもとおっしゃいました。この招きは全ての人に対して神様が与えてくださっている招きです。皆さんの中にはもしかすると、いや、もう一回従ったけどでも失敗してしまいましたって、私はもうそんなイエス様に従っていく、イエス様の弟子として呼ばれるにふさわしい人ではありません、そういう具合に感じている方がいるかもしれません。まあ、私はもう皆さんのちょうどご両親のね、年齢ぐらいなんで、私は人生の経験から言えます。私は皆さんにはとてもじゃないけど言えないこともしてきました皆さん今そんな顔しました、今失礼なってね、それは私思いますけど、ですけど皆さんもこれからの人生でもしかすると失敗するかもしれない。失敗しないように祈ります。私たちは皆さん支え合っていただきたい。でも失敗することがあるかもしれない。もうダメだって私たちはそういう具合に思うことがあるかもしれない。でもこの招きはいつも私たちに受けられています。誰でもです。皆さん隣の人に言ってください。誰でもって言ってください。で、誰でもって言ってあげて、その人にあなたもよって言ってあげてください。どうぞ。はい。文字通り全ての人に対する招きです。これを無条件の招きという具合に言うことができます。無条件の招きです。何の資格もいりません。イエス様はイエス様についてくる人を招いておられます。招きだから強制ではありません。だから新改訳聖書ではこのように訳されてますよね。誰でも私についていきたいと思うならって書いてあります。イエス様は無理やりに私たちを連れて行かれるような方ではありません。本当はそうしていただいても構わないんだけど、でもイエス様は私たちを招かれます。ついてこないって、そう思うならついてきてって。さあ、この時点で皆さんにちょっと調査したいと思います。イエス様についていきたいと思う人どれぐらいおられますか。ああ、はい、ありがとうございます。 20% の方は手を挙げてないので私の務めとしては終わる、この、ね、私のこのお分かち合いの時が終わるまでに99% ぐらいは持っていきたいなと思います。じゃあ他の 1% どうなのか。やっぱりね、私の力ではどうにもなりません。主よ働いてくださいってね、まあそんな感じですけど、でもですね、私たちは招かれているということを、そしてこの招きがいつも私たちに述べられているということを決して忘れないようにしたいと思います。どんな人も招かれています。だからはっきりと言います。あなたをイエス様はついてくるように招いてくださっています。まあ、これって実際はすごいことなんですよ。すごいことだけども、でも私たちはまずそれをしっかりと受け止めたいと思います。
そして私についてきたいと思うなら、つまりついてきなさいとおっしゃってるんです。イエス様についてきなさい、イエス様についてくる。英語ではまあ大体こういう具合に訳されてます。 Come after って使われてます。 Come after って、まあ、皆さんぐらいの英語力があれば十分に分かると思います。 Come after ですよ。 Come っていうのはこっちに来るだけじゃなくて After だからずっとついてくるってことです。金魚の糞みたいについてくるということです。金魚の糞みたいにという言い方すると良くないけど、ついてくるということなんですよ。皆さん誰かについていったことあります？ありますか？あるでしょ。例えば道を聞いてバス停どこですかって言われてね、あ、いやいや、じゃああっちですよ、ちょっと分かんないんですけど、じゃあついてきなさいって言って案内してもらったこと、そんなことがあるかもしれない。また特に小さい頃は皆さんご両親から言われませんでした？ついてきなさいって、ね、特にペシャペシャおしゃべりしてたら黙ってついてきなさいってね、その黙ってはないですけど、ここではね、だけどついてきなさいって、そのように私たち言われたことあると思います。でもですね、これは招きだから、どういうことかというと、私たちと神様の関係っていうのは愛によってそれは築き上げられている関係です。神様は私たちを愛してくださったので、私たちも神様を愛する。だから愛する人を私たちが追っかけるようなものなんです。さあ、ここで皆さんの教会の牧師が来られている人は手を挙げなくていいですよ。いいですか、これ質問します。誰か好きな人ができて追っかけたことある人。あ、皆さんの教会の牧師してるんですね。あ、だから手を挙げられないね。あ、そうかそうか、すいません、もう本当に愚かなことしてしまいました。だからうちの教会の人たちも誰も手を挙げなかったですね。どうですか。まああるでしょ。別にそんなこうなんかこう大げさな大人の恋とかそういうのじゃなくても、小さい頃に小学生ぐらいの時に誰か何々ちゃん好きとか言って、そのなんでつい、まあもしかすると皆さんの中でついてこられた人もいるかもしれない。まあ最近のはそのことをストーカーとか呼んだりしますけど、まああれはちょっとレベルの違う話になるかもしれないので深入りはしませんが、でそういう時にいいですよ。私たちは好きな人ができた時に、大体私たちはどういう行動をするかというと、私たちは、まあ、ちょっと言葉は良くないけどバカになります。そうでしょ。大体他の人が見るとなんでそんなことするのっていうようなことをします。私の暴露話をさせていただきたいと思います。私はですね、私の妻とアメリカの進学校で出会いました。まあ、4000人ぐらいの進学生がいる、そういう大きな、その当時世界で一番大きな進学校に私行かせてもらってたんですけど、その進学校でたった日本人は2人だけだったんです。私と将来妻となる人。だからもうこれは私は勝手に思い込んだんですよ。これは主の導きだってね。まあ幸いそうだったんでよかったですよ。だから私もうほとんど今聞いたらバカじゃないのって皆さん思います。なぜかというとね、彼女がちょっと銀行行きたいとか言ってた、私50キロ私離れたんです。私の家と進学校の彼女が住んでた寮まですぐに飛んで行きました。何にも私考えませんでした。なんか仕事があって教会で用事があるって、牧師に、その私牧師 の教会のスタッフしてましたんで、ね、寄ってても、いや、うちの日本人の学生とかなんか言いながら行きました。ほったらかしで、ええ、だって好きだったんですもん、ね。まだね、私学校に行って、でまた一回家に戻るでしょ。家に戻ると、つまり50キロとか100キロ往復するというね。まあね、往復で100キロ。そしてうちの妻からまたかかってくる電話が。で、電話っていうか、その当時は電話って言っても携帯電話ではなくて、ちゃんと家電ですよね。固定電話にかかって。明日ちょっと早くから授業があって、どうしても教えてほしいことがあるんだとかって、そういう電話かかってくるんですよ。私どうしたと思います、皆さん。いや、ちょっとそれ眠たいって、朝からそんな行けるわけない、今だったら言っちゃうかもしれないけど。その当時私はもう本当にバカでしたから、まあ今もバカですけど、あんまり変わらないかもしれないけど、私本当に朝早く起きて家内の手伝いのためにそうやって行っていました。なんでそんなことできるんですか。
実は。それはもう単純に愛してるからです。愛しているとついてきたくなるんです。一緒にいたくなります。そして大概非理論的なことをするようになります。大概非論理的なことで、同じことですけどね非理性的なことをするようになります。周りの人たちが見たらな、バカ、そこまでやらなくてもっていうようなことをするようになるんです。でもですね、実は神様についていくってまさにそういうことなんです。皆さん聖書の箇所にこういう箇所があるのご存知だと思います。マタイの福音書の13章の44節、こういう言葉が書かれています。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。宝が見つかったらその宝を買うんじゃなくて、その畑を、埋まってる畑を買うって言うんですよ。どう考えても理性的じゃないです。そう思いません？でも神様のことになったら、神様がどんなに素晴らしいお方か分かったら、私たちはこういう感じになるって言うんですよ。イエス様についていくって、こういう具合に私たちが時に非理性的、非論理的になるっていうことも含まれています。皆さんの中にはちゃんとしていたいっていう、そういうすごく強い、そんな思いを持っている人がいると思います。私もどっちかというとそういうタイプです。今日唯一私だけですよ、ネクタイつけてる皆さん、教会の集会ですよ皆さん。でもまあ、うちの私たちの関係者は皆さんよく知ってるんですね。珍しいことってねなんか今日は非理性的なことしてるとかって言われて、後で言われるかも分からない。まあ、でもですね、皆さん、そういう私たちの行動をもう本当に根底から変えるようなついていき方を、実はイエス様は願っておられるんです。その次の聖書の箇所、マタイの福音書の13章の45節46節。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなもので、素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけたものはって書いてあります。たった一つですよ。なんて書いてあります？行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいますって。持ち物全部売るんですよ。皆さんだったら何て言います？そんなことを友達がしようとしたら、いい真珠見つけたの、もうキラキラ輝いて私を誘うのって、そんなこと言ったら、ああ騙されてる騙されてるって皆さん言いません？家全部売ってって、親のものも全部売って私買うとか言うでしょ。やめてって言うでしょ。そんなことしないでって、おかしくなってる君はって言います。もうイエス様についていくっていうことは、時にこういうようなことも含まれるんです。世界で今までいろんな宣教地に出かけていって、それも誰も今まで行ったことのないような宣教地に出かけていって、そこの国の言葉も知らず、文化も知らず、まるで初めて行くような、そんなようなところに行った宣教師たちはこういう人たちです、皆さん。でも彼らのおかげで、そういうようなバカなことをしてくれたので、世界中に今教会が広がっていってる。皆さん、バカになれます？それぐらいのレベルでイエス様についていけますか？イエス様はそれを求めておられます。でも残念なことに、そういうことをすると、大体私みたいに経験豊かなクリスチャンたちが言います。まあそこまでする必要ないよって言います。それはちょっとやりすぎだねって。まあまあちゃんと、まあ、あのね、みんなに迷惑をかけないようにイエス様に従ってねって言われます。私もかつて残念ながらそんなこと言ったことがあります。私たちの理性とか経験値だとか、この世の中の考え方とか、またもうちょっと言うなら、自分中心の考え方、人間中心の考え方、そういったものが私たちをイエス様についていくことから遠ざけようとする。でも皆さんに知っていただきたいのは、そういうものが
あるけれども、イエス様は招き続けてください。皆さんを招き続けてください。最近私の進学校で1年間学んでおられた方、今日、昨日ですか、留学聖書学校にアメリカで行くためにビザの手続きのためにアメリカ大使館の方にですね、日本で行かれたそうです。でその時にですね、仕事も辞めて家族もいるのに、つい最近子供さんも生まれたばかりなのに、その方からですね、その相手をしてくださったその審査官の方が何とおっしゃったか、なんでって言われたそうです。なんでそんなことしていくのって、何のためにそんなことまでするのって言われたそうです。そうやって神様に私たちがついていこうとすると、やっぱりなんでって言われることがあるかもしれない。でもイエス様が求めておられるのは、私たちがまさに隠された宝を買った、それを自分のものにするために畑を買った、そういうような私たち神様についていくという決意が求められている。そういう神様を私たちに求めをされているということを、今日ぜひ皆さん心にしっかりと受け止めていただきたいと思います。そんなついていき方を神様は求めておられる。そしてさらに何とおっしゃったか、自分を捨てなさいとおっしゃいました。自分を捨てるっていうことはどういうことなのか、それは自分の持っているものを捨てるっていうことでもあります。自分の経験を捨てるということであります。自分の立場を捨てるということでもあり、自分の環境を捨てるということであるかもしれない。私たちはいろんなものを神様から与えられています。本当はそれは全て神様与えてくださった、神様私たちに一時的に預けてくださったものであって、私たちのものではないって、まあそれで歌を歌うわけです。私たちはだけど、こと私たちが自分で捨てなければならないときには、マタイの福音書に出てくる、あとマタイの福音書の19章に出てくる止める青年みたいに振る舞ってしまうことがあるわけです。彼はイエス様のときに行きます、まあ、止める青年ですからね。皆さん、日本の教会が一番必要としているタイプの青年方でしょ、ね、まあ、日本にも止めるかどうか分からないけど、まあ、青年は来られてますけどね。でもここにどうも止める青年はあまりおられないような、ね、なんか感じですけど、まあ、とにかく、そして彼は何ですか、権力を持っていたし財力を持っていた、本当にリッチな若者でした。多分六本木あたりに、今風に言うなら六本木あたりに住んで、多分高級マンションに住んで、外車を乗り回し、そしてすごい高層ビルの最上階に自分のオフィスを構えるような、そういうような人だったんじゃないかと思います。それだけではなくて、彼はいい人でした。人々から尊敬されるような本当にいいやつでした。でいいやつでしたってなんか知ってるふうに言いますけど、多分そうだったと思いますよ。まあ、天国に行ったら会いたい人の一人ですね。私、彼イエス様のところに行く、永遠の命を得るためにどうしたらいいでしょうかって、彼は本当に真剣に神様に求めていた。だから今一番私たちにちゃんと教えてくれる先生に聞こう、だからイエス様のところに来たんです。そしてイエス様に尋ねます。そしたらイエス様はこのようにおっしゃいます。あなたはこれまで戒めちゃんと守ってきましたか。ああ、私は小さい時から全部戒め守ってきましたって。もうこれだけで私たち普通のレベルの人間とは違うこと分かりますよね。そしたらイエス様何とおっしゃったかって、ああそうですか、それは素晴らしいって、じゃああなたの持ち物を全部売って貧しい人たちに施して、そしてそれから私についてきなさいっておっしゃったんです。まあ、皆さんはそう言われたら、ああ別にそんなに大したもの持ってないから大丈夫って、すぐついていきますと言うかもしれないけど、彼はそういうわけにはいかなかったんです。だからもし漫画の世界だったら、こうね、後ろのバッグにシャーってこのこう線が入って、ちょっと暗い感じになって、半分ぐらい顔も暗くなって、こうね、汗がたらーっと流れて、それで悲しい顔をしている彼の表情を私たちは容易に思い浮かべることができると思います。でイエス様のところが去っていった。なんで彼は捧げることができなかったのか、全てを捧げてっていうところに引っかかったんですよ。もしね、彼に対して、いや君ね、財産の3分の1を捧げ、貧しい人たちに施して、
そしてあとの3分の1を私たちのミニストのために捧げて、あとの3分の1は君の将来のために取っておいて私についてきなさいって言ったら、多分彼したかったと思うんです。いい話ですもん。彼はそれほど真剣だったから、多分あ、そうですか、分かりました、じゃあ早速やりますって言ってイエス様についていった。でもね、イエス様を求められるのは全部なんです。全部です、全部です。皆さん、私みたいに全部ってこんな顔で隣の人に言ってあげてください。全部って、全部です。一部ではないんです。皆さんの日曜日に生きている時だけの時間ではないです。全部です。皆さんが学校に行っている時も全部です。皆さんが一人で自分の部屋でちょっといい時間を過ごしてるなっていう、そんな時間も全部です。全部です、全部です、全部です、全部です。皆さんの過去も全部です。今も全部です。皆さんの将来も全部です。皆さんの人間関係も全部です。皆さんの持っている立場も全部です。全部です、全部です、全部です。これだけ聞いたらもう耳にこびりついたでしょ。皆さん、私のもし全部ですという声を着信音にしたければ言ってください。やってあげますよ。電話かかってきたら全部です、全部ですって。まあ自分で吹っ込んでもいいですよ別に。イエス様の声として全部ですって感じです。全部です、本当に全部です。でもこれって何か分かっているようで私たち分かってないんですよ。なぜかというと、私たちはやっぱり一部だけでいいでしょうって、まあ、皆さんの中には 89.7% でいいでしょうって、まあ 11% ぐらいしか残ってない人もいるかもしれない。私牧師として神様に本当に全部捧げているって、そういう生き方を皆さんにできるだけ見せたいなと思っている私にとっても、実はこの全部が大きなチャレンジです。全部って言うのは簡単です。こうやって全部ですとかっていろんな声で言うのも簡単です。だけど本当に全部捧げるのは難しい。だから私たちはこの止める青年に向かって指を指すことはできないんです。あなたミスしたにとかって言えないんですよ。彼の物語が、彼のこの出来事は聖書に残っているのは、彼が実は後で全貌を捨ててイエス様に従って、つまりイエス様が十字架かかって復活された後に教会に彼が戻ってきて、自分こんなことだった、今は全部捨ててイエス様に従いますって言ったからじゃないかって多くの聖書学者たちが言っています。私たちに求められているのは自分を捨てるということです。最近私が読んだ本の中にこういう言葉がありました。ベジタリアンって皆さん知ってます？野菜だけ食べる人。今ベジタリアンの中にも自分の好きな肉だけは食べるベジタリアンがいるそうです。つまりね、こういうことです。大概は野菜食べるんだけど、だけど例えばチキン今日用意したんだけど食べないって言われたら、ああそうって食べる人のことなんですよ。こういう人たちのことをベジタリアンって、自分でベジタリアンって言ってるけど、本物のベジタリアンが文句言ったそうです。お前たち、おしゃらベジタリアンって自分たちのこと呼ぶなって言ったそうです。なんて呼んだかというと、フレキシリアンって呼んだそうです。フレキシリアンっていうのはフレックスって皆さん知ってるでしょ。自分で都合を合わせて、例えばフレックス通勤といったら、自分で都合を合わせて自分の通勤時間を選べるというやつです。つまり自分の都合に合わせたベジタリアン。さあ皆さんいかがですか。皆さんは自分の都合に合わせたクリスチャンじゃないですか。フレキシリアンクリスチャン、もうこれは真似しなくていいです。もう難しい。私も言うのに相当苦労してますから。でも実はそういうような人たちが多い。残念ながら教会の中にも消費主義的な考え方が入ってきている。教会もともすると皆さんを群衆のように扱っている。つまりどういうことかというと、皆さんを喜ばせるようなことをするんです。
皆さんを楽しませるようなことをしたい。皆さんがまた教会に行きたいって思うようなことをすると。別にそれは悪いことではないんですよ。でも残念ながらそうなってしまうと、クリスチャン、つまり私たちがお客さんになってしまいます。私たちはお客さんとしては神様を招いておられないんですよ。どういうようなものに私たちが自分自身を自覚するか必要かというのは、ペテロとかパウロとかヤコブがその手紙の冒頭で自分のことをどのように紹介しているかによって私たちは知ることができます。皆さんどういう紹介しているか知ってます？だいたい手紙の最初に何て書いてあります？ペテロは言ってますよ。イエス・キリストのしもべであると書いてあります。ペテロだったら言えますよ。私はあのペンテコストの日に聖霊に満たされて説教し、3000人の人が私の1回の説教で救われたあのペテロでございますって紹介することもできたんですよ。ヤコブに至ってはもっとすごいじゃないですか。私はイエス様と父親は違いますけれども兄弟なんですって紹介することもできたんですよ。そうやって紹介することができると、彼らはそういう紹介の言葉は使いませんでした。彼らは何て言ったか、私はイエス・キリストのしもべですって。しもべっていう訳がもしかすると皆さんに誤解を与えているかもしれない。これで使われている言葉は聖書の中でたびたび使われている言葉でも、この言葉はもっとちゃんと訳すと、まあ、これ言うと新約聖書を訳した人が悪いと、今回命の言葉さ関係者の方来られているからあんまり言いたくないけど、でもですね、本当ならば奴隷って訳さないといけないんですよ。私はイエス・キリストの奴隷です。皆さん、イエス様の奴隷ですか？しもべだとなんかいいですよね。なんか英語で言うとサーヴァント、ね。サーヴァントっていうのは、はい、ご主人様ってね。何かってね。あ、今日はすごくこれ良いですから、はい、準備いたしましょうって。そんな感じのサーヴァントのイメージでしょ。だけど、奴隷だったらどうですか？英語ではスレイブっていう言葉です。断れません。あれやれって言うと、はっ。でなんかちょっとやり方が悪いと、お前なんでそんな顔してやってんだ、もっと喜んでやれって、分かりましたやらなくちゃね。それは奴隷ですよ。だって自分のものではないんだもん、自分自身の存在が。でも聖書の中で使われている言葉、実にまさにそうなんですよ。奴隷なんです。ペテロもパウロもヤコブも自分のこと、私はイエス・キリストの奴隷ですって言ってます。皆さん、イエス様の奴隷になる覚悟がありますか？自分を捨てるっていうことはまさにそういうことです。それも進んでイエス様の奴隷に皆さんはなれるでしょうか？つまりイエス様を主って本気で呼ぶっていうことです。主って呼ぶことは主人っていうことですから、私はあなたのものです、もうあなたのために生きるんです、歌う言葉だけじゃないです、主よ捧げます、そういう格好だけじゃないんです。私たちが本気でイエス様のしもべ、奴隷、イエス様のものとして生きるという、そういうイエス様は私たちに生き方へと、自分自身のアイデンティティを私たちがよ、そういうように受け止めていくようにとイエス様は招いてくださって、皆さんにとってイエス様はご主人様ですか？イエス様が言われたら断れない、そんな関係ですか？それともイエス様にちょっと考えさせてください、私もかつてそうやって何回も何回も言いました、ちょっと考えさせてくださいって、1年考えさせてもらったことあります。まさに私はイエス様を本気で人は考えていなかった。でもイエス様を招いておられるのは、私たちにイエス様の奴隷と自ら進んでなるということです。新命記の15章に面白いことが書かれています。15章の16節と17節、ヘブライン、イスラエルの人が奴隷としてある家に買われたときに、6年間はその人を奴隷として扱ってもいいけど、7年目には奴隷から解放しなさいというような教えがあるんです。ただその後にこういう言葉が書かれています。その者があなたと
あなたの家族を愛し、あなたのもとにいて幸せなので、あなたのところから出て行きたくありませんと言うならって書いてありますよ。つまり自ら進んで奴隷であり続けますって言うならば、何て書いてあるかというと、あなたは霧を取って彼の耳を戸に差し通しなさいって書いてある。彼はいつまでもあなたの奴隷となると。だからずっと奴隷として生きていくことが可能だったんです。まあ今は人権の問題とかいろいろあるから、もちろんそんなって私たちは思います。もちろんそういう人間同士でそういう扱いすることを私たちは決してしてはならないと思います。キリスト教の考え方が実は奴隷解放の道づくりをしたっていうのはもう歴史の中で明らかです。だから私たちは人間、誰かの奴隷になるのではないです。でも神様は私たち願っているのは、まるでイエス様の奴隷として生きるということなんですよ。それも自ら進んでです。もちろん別にそうだからといって耳にピアスしなさいと言ってるわけじゃないですよ。この耳に霧で差し通しなさいってね、書かれてるから、そういうことしなさいってもちろん言ってるわけじゃないけど、でもそれぐらい真剣に誰が見ても分かるような生き方なんですよ。あ、この人奴隷だって。皆さんそんな生き方してます？イエス様の奴隷です、神様の奴隷って、誰が見ても分かるような生き方されてますか？私そういう具合に見えます？いや、そんな風に見えないって多分皆さんおっしゃると思う。だから私もまだまだです。奴隷の道はまだまだまだ私は歩み続けていかなければならない。私自身も何度も何度もこのイエス様の招きに真剣に応えて生きていくことが求められている。そしてもう一つ言われた、日々自分の十字架を追いって書いてあります。十字架を追うということは死ぬということです。死ぬということです。日々だから毎日死なさいということ。毎日死になさい、自分に死になさい。なんでキリスト教がそのシンボルを十字架にしたんですか？なんで鳩じゃないんですか？なんで虹じゃないんですか？なんで死を徹底的にイメージさせるそういうものがシンボルになったんですか？皆さんがなんで首からぶら下げてる人もいると思うし、ピアスしてる人もいるかもしれないし、まあ鼻ピーの人はあんまり見たことないけど、十字架を皆さんされるんですか？それは飾りじゃありません。実は私たちにとって、もし本気でそれを捉えるとするならば、この十字架は死ぬことの印です。自分に死ぬことの印です。毎日死ぬことの私たちに決意が現れています。最初のクリスチャンたちはそうでした。そして多くのクリスチャンたちがイエス様の信仰を守り続けるがゆえに本当に死んでいきました。もしかするとこれからの時代、そんな時代が来るかもしれない。でも覚えておいていただきたい。それが来た時に皆さん、ああイエス様はもしあなたが死ねって言われるんだったら私は死にます、あなたがそう願っておられるんだったら私は何の躊躇もありません、全部あなたのものです、私の命もあなたに捧げました、ありがとうございます、そんな風に私たちもしイエス様についていくことができれば、本当に素晴らしいな、そのように私は思っています。十字架はまたそれだけではありません。死をイメージさせるだけではなくて、苦しみも当時の人たちにとっては象徴するものでした。十字架刑って遊びでもしない方がいいですよ皆さん。大変な死刑のやり方でした。本当に苦しい苦しい。それだけではなかったです。十字架にかかるということは、十字架につけられるということは、恥ずかしめを受けるということも意味していました。そういうようなことが十字架には込められている。だから私たちは 何を意味しているか、十字架を掲げているということは、私たちはイエス様と共に私も恥ずかしめを受けます。イエス様と共に私も苦しみの道を歩いていく覚悟があります。そういう私たちが決断をしているということの印です。ですから私たちはこの招きに応えていこうではありませんか。
私は決して皆さんを怖がらせたりしたいとは思っていません。イエス様についてくるのをやめたいなと思うのを思いたくなくなるように、そんなふうに私はお話したくはないと思って。だけどイエス様はどうも今もし私がそのように思っているとするならば、それとは逆のことをどうもなさっているんです。イエス様のところに群衆来ると大体厳しいことをやるんです。あなたたちパン食べて満腹症が来たんでしょって、でそういう場合におっしゃる。プレイステーションの歌聞きたから来たんでしょ今日って、長いナビションの席なんか来たくないんでしょ、そういう具合に、あ、それは別ですよ、そうじゃないですよ、それはちょっと言いがかりですけどね。神様の御心なんか知りたいとか、そんなことを思ってるんじゃないでしょって、神様によって変えられたいとか、神様によってもっと本当に神様のために生きたいってそう思ってきてるんじゃないでしょって、いい思いしたから来てるんでしょって、そんな人ついてこなくていいです。あそこまでおっしゃってないけどね。イエス様は何ておっしゃったか、誰でもついていきたいと思うならばついていきなさいとおっしゃった。皆さんついていきたいですか、ついていきたいと思ってますか、そしてついていきますか、ついていきますか。イエス様はそのようにして招いて、これは他人事ではありません、自分のことです。今日皆さんにそのことを真剣に神様に対して答えていただきたい。もちろんついていけたくなくなるような時とか、ついていけなくなるような時があるかもしれない。でももう一度この招きが私たちのために、私のために述べられていることを忘れないで、何度でも何度でも、そうでした、ついていきますって神様のもとに立ち返る、そういう決心もしていただきたい。もしかするとこの中にはかつてそうやってついていってたのにって、でもいつの間にか、あの聖書の黙示録の3章にあるように生ぬるくなってしまった。もしそういう具合に感じている人がいれば、今日私たちイエス様ついていきますって、イエス様あなたのものですって、私はあなたの奴隷ですって、全部捧げますって、全部捧げますって、皆さん本気でそのようにイエス様にお答えしていただきたい、そのように心からお勧めしたいと思います。祈りましょう。